メルセデス F1 ドライバーのジョージ・ラッセルとアルペンコンビのピエール・ガスリーとエステバン・オコンは日曜日のブラジル GP で予選妨害によりそれぞれにグリッド降格ペナルティを受けた Q1 でピットレーンを出るとセッションの最初のフライングラップに先立ってラッセルはピット出口からゆっくりと走り出し前の車両とのギャップを生み出したピット出口が狭いためラッセルがアルピーヌドライバーのガスリーの邪魔をしガスリーはチーム無線で 英国人のふざけた行為に不満を漏らした。FIA は、実際、今週末に、ドライバーがピットから出てくる際に、ギャップを作ることを許可する条項を盛り込んでいたが、その条件は、ドライバーが左に寄って、後続車が通過できるスペースを設けるということに限られていた。しかし、FIA スチュワードは、ラッセルがそうしなかったために、フランス人選手の邪魔をしたと考え、2グリッド降格のペナルティを課した。メキシコで起きたような状況を避けるため、 このイベントのレースディレクターのイベントノートには、ギャップを作るためにピット出口で徐行することを許可するという特定の条項、項目14が含まれていたと氷結は述べた。しかし、そうすることで、ドライバーは他のドライバーが右側を追い越せるように、できるだけ左側にとどまらなければならない。ラッセルはピットを出てアウトラップの準備をしていた。ラッセルはクリアラップのためのギャップを作るためにゆっくりと進んだが、完全に 左に留まることができなかったその結果レースディレクターの指示通りに後続者は追い越しをすることができなかった。これは明らかにレースディレクターのイベントノートの第14項の文言と精神に違反している。スチュワードはまたラッセルの後ろにいたオコンとガスリーも実際に同時ことをしておりドライバーのレッドブルのセルジオ・ペレスが妨害を受けたことも判明した。したがってアルピーヌの両ドライバーにも同じ違反でそれぞれ 2グリッドのペナルティが課せられ、オコンとガスリーは、それぞれ14番手と15番手に交代した。コメント。メルセデス F1 ドライバーのジョージ・ラッセルと、アルペンコンビのピエール・ガスリーとエステバン・オコンは、日曜日のブラジル GP で、予選妨害により、それぞれ2グリッド広格ペナルティを受けたという記事。早速ですね。FIA も、前回まで甘い対応とも見えるペナルティなしを行っていましたが、厳しく行くよという姿勢。メルセデスだけに、 外の対応が注目されます。